さんこんにちは、証券ママです。今日はですね、リンゴパンを作っていきたいと思います。リンゴの形をしたとっても可愛いパンです。よろしければ作ってみてくださいね。それでは始めていきたいと思います。今日はですね、ホームベーカリーで一次発酵までやってもらいます。私はですね、手こねはほとんどしないんです。ほとんどホームベーカリーでパンを作っています。それではホームベーカリーの中に材料を入れていきたいと思います。まずこういったパンケースありますよね。これに材料を入れていきます。私はめんどくさいので、こうやってはかりですね、はかりの上にこうやってもうパンケースを乗せちゃいます。それでこの上にどんどん材料を入れていきます。まず強力粉ですね。強力粉を 200g 入れます。はい、強力粉が 200g 入りました。それからですね、次に砂糖ですね。砂糖を 20g 入れます。はい、砂糖が 20g 入りました。次にですね、塩ですね。塩を 3g 入れます。はい、次にですね、バターですね。バターを 20g 入れますけれども、こういうふうにちょっと角切りにして細かくしといてください。はい、これも 20g 入れます。はい、入りました。次にですね、牛乳とぬるま湯ですね、これを各 70g ずつ入れます。牛乳はですね、ちょっと冬はレンジで少し温めておいてください。これを 70g 入れます。はい、 70g 入りました。それからぬるま湯ですね、これも 70g 入れます。はい、入りました。それからですね、あとドライイーストを入れるんですが、ドライイーストは所定のドライイーストを入れる場所がホームベーカリーにあるので、そこに入れてこねていきたいと思います。はい、うちはこういったパナソニックの結構もう古いんですが、ホームベーカリーがあるんですけれども、これにじゃあ先ほどの材料をパンケースに入れたものを入れて、それでドライイーストも入れて一次発酵までお任せしたいと思います。これをまずパンケースこうやってセットします。そしたらばこちらにドライイーストを入れるところがあるんですよね。ここに 3g のドライイーストを入れます。はい、入れました。これであとは一次発酵までお任せです。はい、それではスイッチオン。これでだいたい1時間くらい一次発酵が終わるのにかかるんで、それまで待ちます。はい、それではパンをこねている間に中に入れるフィリングを作っておきたいと思います。まずは材料です。リンゴが1個ですね。これはだいたい 200g ぐらいで大丈夫と思うんですが、まあ重さはだいたいでいいです。あとレーズンですね。レーズンを 30g。 これはですね、一度お湯に入れて戻して柔らかくして水気をよく取っておいてください。それからグラニュー糖が 35g です。それからレモン汁ですね、これを大さじ1入れます。それからバターですね。バターを 10g。
それからシナモン、シナモンパウダー、これはお好きで入れてください。それからですね、最後にね、リンゴのこういう軸の代わりにこのプリッツですね、プリッツを4本用意してください。これを半分にバキッバキッて折って、このリンゴの軸の部分にしていきたいと思います。フィリングの材料は以上です。はい、それでは先ほどのリンゴの皮を剥いて、このように小さめに切っておきました。まあ形はお好きな形でいいと思います。これにですね、まずですね、グラニュー糖、先ほどのグラニュー糖と、レモン汁ですね、レモン汁を大さじ1ですね、レモン汁を大さじ1かけます。グラニュー糖とレモン汁をかけました。これを今からレンジにかけていきます。だいたい600ワットで、そうですね、5分ぐらいでいいと思うんですが、様子を見ながらやっていきます。結局5分で大丈夫でした。それではバターを入れて溶かします。はい、そしたらレーズンも入れます。それからお好みでシナモンですね、シナモンも少し入れます。バターとレーズンとシナモンを入れてよく混ぜます。はい、よく混ざったらですね、ちょっとこの水分もったいないんですけれども、こういったザルに入れて、ザルに入れて水分を切って冷ましておきます。はい、一次発酵まで終わりました。そしたらはですね、これを8分割していきます。はい、このように8分割したら丸めておきます。丸めたらラップをかけて15分ベンチタイムをとっていきます。はい、そしたら包んでいきたいと思います。先ほどのフィリングをですね、だいたいよく水気を切って8等分くらいにこうやって分けておいてください。それでは作っていきます。それからですね、あのうちこういうマフィン型みたいのがあるんですが、これに敷き紙ですね、これを敷いておきます。今日8個作るので、足りない分はこういった中ゼリー型みたいの、これをあと2個は使いたいと思います。ではやっていきます。はい、それでは包んでいきたいと思います。ちょっとこういったまな板とかの上にちょっと軽く打ち粉をして、そうですね、だいたい直径 12、3 センチくらいに伸ばしていきます。この時気をつけるのは、ちょっとこの真ん中の部分ですね、ここのところを厚めにしといてください。そうしないとフィリングを包んだ時にここから飛び出してしまうといけないので、ちょっと厚めに真ん中をしてください。そしたら先ほどのフィリングを入れていきます。はい、入れました。
そしたらば普通にこうやってなんか肉まん包む時みたいな感じでこうやって包んでいってください。それで閉じ目はしっかり閉じます。はい、しっかり閉じたら軽く転がして形を整えます。そしたら型に入れていきます。はい、それでは全部成形できたので二次発酵していきたいと思います。その前にですね、こういった菜箸でも何でもいいんですけれども、これに強力粉をちょっとつけます。菜箸の後ろ側ですね、反対側に強力粉をちょっとつけて、リンゴの軸になる部分をちょっとくぼませていきます。結構強めに押してください。切れない程度にこうやって跡をつけていきます。ここにね、後でプリッツを刺すんですよね、焼く前に。はい、それではこれに霧吹きをしていきますね。はい、霧吹きをしました。そしたらばですね、天板にのせて、はい、これで発酵機能40度で20分から30分二次発酵していきたいと思います。はい、二次発酵が終わりました。結局今日は40度で30分二次発酵しました。こんな感じにふっくらしました。それではこれに照り卵をしていきます。ちょっと卵を少し、卵黄をですね、お水をちょっと卵黄に入れてよく混ぜて、これに優しく塗っていきます。そしたらプリッツを半分に折ります。はい、折ったらばこれをリンゴの軸になる部分なので刺していきます。もしあれでしたらここでもう一度ですね、菜箸でここの軸になる部分を少しくぼませるといいですね。こうやって破れない程度に。はい、そしたらばプリッツを刺していきます。結構深めにグッと刺した方がいいです。上がってきちゃうんですよ、焼いてる途中で。なので結構そこにつく手前ぐらいで、ちょっと長かったかな、ちょっと長かったんで折りますね。はい、こんな感じに全部プリッツを刺したら、オーブンを190度に予熱して180度に下げて、だいたい15分から17分焼いていきます。焦げそうなら途中でアルミホイルをかぶせてください。それでは焼いていきます。はい、焼き上がりました。美味しそうですね。結局ですね、180度で17分焼いたんですけれども、ちょっとまだ薄いかもしれませんね。だけれども各家でオーブンの機能が違うので、様子を見ながら焼いてくださいね。今日は190度に温めたオーブンを180度に下げて17分焼きました。出来上がりです。美味しそうですね。
はい、かわいいリンゴパンができました。よろしかったら作ってみてはいかがでしょうか。とっても生地もふわふわで美味しいですよ。皆さんいつもありがとうございます。また遊びに来てね。バイバーイ。証券ママでした。